はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の対数関数2性質編をお送りします。で、この対数関数シリーズ、これ2本目ですね。で、前回グラフやったんで、今回は性質をやっていきます。で、指数関数の時と同じで大小関係の問題4問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、指数関数、指数関数丸2の時も同じなんですけど、大小関係3つ書いてあるから不等号を用いて表します。一番ちっちゃいの次にちっちゃいの、一番大きいのみたいな感じでね。で、ポイントとしては指数関数と同じで定ですもん、定で、ぜひ前回のグラフ編の動画をもしね、ちょっと見てない方がいらっしゃれば、ちょっとちょこっとチェックしてもらえるとありがたいんですけど、今回まず1番って定が揃ってます。全部3で揃ってる。で、その定が3なので、前回ね、グラフの問題2問やった時に、左側が定が1より大きい、 A がね、つまり1より大きくて、右側が定が0から1の時の2つに分けました。で、今回もそこを意識してほしくって、定が1より大きいんです。だから前回やったようにグラフはこうなります。こういう感じ、こういう感じね。つまり X が増えれば増えるほど Y も増えていく。こうやって、つまりそっちのグループだから、 X、 ここの真数の数字が増えれば大きくなる。だからもう2と7と4だから、一番ちっちゃいの2、次が4、最後7、終了っていう、それだけです。定を意識すればね。だから答えを書くと、一番ちっちゃいのがログ32で小なりで、ログ34小なりのログ37と、これで OK です。大事なのは定だね、本当にね。で、次2番はまた定揃ってます。で、今度定が 0.3 なので、その前で言うところの定が0から1のグループに入ります。右側のグラフね、つまり前回のね。で、グラフはこういう感じ、上からこうなる。だから X が増えれば増えるほど減っていくんだよね。だからさっきの逆です。ここが274だから、一番ちっちゃいの7です。次が4で、一番大きいのが2になる。だから逆だからね、っていうふうに書けばいいので、あと答え書こうか。ログ 0.3 の7小なりログ 0.3 の4小なりログ 0.3 の2とね、これだけです。ポイントはね。で、この特徴は指数関数も同じです。あの時も、定が A より大きい、1より大きければ、こうやって書くことができる。で、0から1は逆だよっていう。で、3番何が困るかって、定が揃ってないんでね、ここからね。3、9、もはや6がねえっていうタイプになるんですが、今回3と9なので、小さい数字に揃えに行きます。3って数字がちっちゃいからね。で、それでやっていくと、これもね、変える必要がないから、こいつです。で、ログ9の6で、定の変換公式を3つ前の動画かな、多分でやったんですけど、ログ3にしたいから、分数上がログ3、6がログ3、9です。もし変換公式何って思う方がいれば、3つ前の動画をちょっとチェックしてみてください。で、これ下が9が3の2乗なんで、これ2になるんだよね。つまり2分のログ3の6になります。で、2分のなので、ちょっと2分の1って先に書いちゃう、こう書けるからね。で、ログ3の6で、この後なんですけど、結局前にも何もついてほしくないの、ここもついてないからね。だから2分の1を消したいんです。で、どう処理するかっていうと、こいつ消す代わりに6のここの肩につけます。で、なんでそんなことできるかっていうと、もともとログって真数の肩についてる何乗って前に出せるじゃんか。だから入れることもできるの、逆ので。入れてしまえばログ3の6の2分の1乗です。2分の1乗ってのはルートだから、つまりログ3のルート6と変形することができると。で、
次2分の1です。で、この2分の1とかをログに直すのはできればちょっとやり方暗記してほしいんですけど、丁寧に書くとこれ2分の1の後ろにログ、今回3に合わせたいんで3の3が隠れてます。で、なんでこんなことできるかっていうと、ログ3の3ここ揃ってる時これ1だよね。だから2分の 1×1 で消えて戻るっていう。もしログ5に合わせたければログ5の5にすればいい。で、さっきと同じで2分の1を肩につければいいから、ログ3の3の2分の1乗、つまりログ3のルート3になります。で、さっきも言ったようにここね、できればね、もう飛ばして覚えてほしい。普通のこうなってるのをつけるときはこう肩につければいいんだって、そうすれば出てきて消えるでしょみたいな感じで一発で頭で処理してくれるといいかなと思います。無駄な時間取っちゃうからね。で、全部ログ3で揃った、手がね。で、手が3なので手が1より大きいグループに入ります。だからここの数字の代償関係がそのまま答えになるでしょ。で、ルート3、ルート6、こいつルートじゃないから2を無理やりルートにすればルート4だよね。つまり一番ちっちゃいのはこいつ、次がこいつで最後こいつになります。で、答え書くときはこれで書いちゃダメだよ。もちろん元々ので書かなきゃいけないので、一番ちっちゃいのが2分の1です。これ入ってこれ見えなかった俺が入ってるね、大丈夫ね。で、次にちっちゃいのがこっち、ログ3の2で小なり、一番大きいのがログ9の6と、これで終了となります。あ、ギリギリだったね。おし、で最後っすね。で、最後も2分の1、4分の1、8分の1なんです。で、ちょっと今まで語弊がある言い方をワードしてきたんですけど、手を合わせるとき一番小さいのにしてねって、だから3と9だったら3にしなよって言ってきたんですけど、もし2分の1、4分の1、8分の1って小数とかに直したら一番ちっちゃいのは8分の1なんだよね。でもそうじゃなくって、使ってる数字がちっちゃいってイメージでいてほしくて、自分の個人的にはもしこれだったら2、4、8だから上全部1で揃ってるしね。だから2分の1に揃えたら楽です、基本的には。なぜなら4分の1は2分の1の2乗だしみたいな感じでできるからね。なのでこの問題は2分の1に揃えに行きます。だからこいつまず変えなくていい。で、こいつを行くとログ4分の1の10で、さっきと同じ変換公式使うとログ2分の1の10で、下がログ2分の1、あ、間違えた、の4分の1か、こうなります。で、いて、ごめん、4分の1は2分の1の2乗です。つまりここ2になります。さっきと同じ感じだね。だから2分の1が出てくるので、ちょっとこれね、分け割りでしたいと思います。2分の1、ログ2分の1の10、肩につける2分の1乗ね、なるから、ログ2分の1の結局ルート10になります。はい、これで変形終了。で、ラスト、ログ8分の1の1なんですが、これちょっとズルをします。で、何がズルかっていうと、これ真数1じゃん。真数1の時って絶対0なんだよね、この値。全部0でしょ？手が何であろうと絶対0だから。ってことはさ、今2分の1に直したいんだよ。これ、ログ、ここを2分の1の1にしたって0だもんね。だから手勝手に変えます、こうやって。いい？造成両方0だから。そうすると全部2分の1に揃ったと。で、3ルート11です。で、忘れちゃいけないのが、定は今2分の1なので、グループとしては0から1グループに入ります。だから代償関係が逆になるんだよね。で、やっていくと、これルート9です。まあ、ルートに直せばルート1だよね。つまり、一番、ルート9、ルート2、ルート1なんで、一番でかいのはこれになるか。で、一番ちっちゃいのがルート10のこっちになるので、まず、答えが、これ答え多分ギリギリで入んねえな。ちょっともうちょっと進めようか。ちょっと見にくくなっちゃうかもだけど、ログ4分の1の10。これが一番ちっちゃくて、次がこれ。ごめんね。ログ
2分の1の3。で、最後、一番大きいのが、ログ8分の1の1と。入ったかな？あ、ギリギリ入ってるね。という感じになります。いいかな？なので、まあ、指数関数の時の代償関係と本当似てる。ね。あの、定の部分を注目して、まあ、揃ってなければ揃えればいいよっていう感じです。で、使うのはその変換公式をよく使うので、まあ、その部分だけ使いこなせれば大丈夫かと思います。では、今回は高校数学数2の対数関数丸2性質編をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回指数関数と同じ流れで次方程式編をやっていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。